チャールストンはアメリカ海軍の防護巡洋艦。艦名はサウスカロライナ州チャールストンにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。チャールストンはアメリカ海軍初の防護巡洋艦であったが、厚生巡洋艦建造の経験不足から設計はイギリスのアームストロング・ミッチェル社で行われた。1887年1月20日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄工所で、 帰港し1888年7月19日にエース・スミス夫人によって命名、浸水。1889年12月26日に艦長ジョージシーレメイエ大佐の指揮下収益した。1890年4月10日にメアアイランド海軍交渉を出港したチャールストンは太平洋戦隊に機関として合流し、東、太平洋を巡航した。 チャールストーンは1891年1月20日に死去したハワイ王のカラカウアの遺体を乗せサンフランシスコからホノルルまで送り届けた後5月8日から6月4日までチリ内戦時にサンディエゴから逃走したチリの帰船イタタの捜索に参加した8月19日から12月31日までチャールストーンは極東でアジア戦隊の機関として巡航し 1892年には、再び、大西洋戦隊に加わり10月7日まで活動、その後東海岸へ向けて出港し多くの南アメリカの港を訪問した。チャールストンは1893年2月23日に、ハンプトンローズに到着し、ここから領艦を呼び、他国の艦と共に巡航、4月26日に、シカゴ万国博覧会の一部として行われた。 国際関越式に参加した。宝ンドルフィンに乗ったクリーブランド大統領が関越を行った。同年の夏にはブラジル革命に際してアメリカ合衆国の権益を保護するための部隊に合流し南アメリカの沖合いを巡行した。モンテビデオ、ウルグアイでの巡行の後、1894年7月8日にサンフランシスコに到着。 アジアステーションに展開するための準備に入る。チャールストーンは6月6日まで極東巡航、横浜を出港し、サンフランシスコに到着、1896年7月27日に予備役となる。米西戦争が勃発するとチャールストーンは直ちに現役復帰の準備を行い、1898年5月5日に再終駅した。16日後にホノルルに向けて、 出港、陸軍部隊を輸送する3隻のチャーター船と合流した。チャールストンはグアムに派遣され、6月20日の夜明けに小船団はグアムの北端に到着した。チャールストンはアガナで湾を調査し、アプラ港へ移動した。安全に停泊した輸送船から分離したチャールストンは湾に入港、ホートサンタクルーズに砲撃を開始した。 直ちにスペイン軍の使いが返礼の礼法を砲撃するための火薬を持ち合わせていなかったことを謝罪するために訪れた。彼らはアメリカとスペインが戦争状態にあることを知らず、米韓が島を占領するためにやってきたことを知り驚いた。翌日党の守備隊はチャールストンからの上陸部隊に対して降伏し、スペインの知事と守備隊員は 捕虜として一隻の輸送艦に乗せられた。その後チャールストーンはマニラ湾で竜医提督の艦隊に合流した。チャールストーンは1898年6月30日にマニラに到着し、湾の封鎖強化に加わった。8月13日には最後の艦砲射撃に参加し、マニラ市は降伏した。チャールストンはフィリピン2898年から99年まで泊まり、 陸軍部隊の進撃に対する支援砲撃を行い、1899年9月には、スービックワン占領を行う海軍遠征部隊に参加した。1899年11月2日に、ルソン東北方の上銀島近くの海図にない暗礁で座礁し、船体は大きく破壊されたため、乗組員は下の放棄、近くの島に上陸した後上銀島へ移動した。 乗組員は11月12日に到着した法官、ヘレナによって救助された。ありがとうございます。